トヨタグループの自動車部品メーカーの転送がランサムウェアの被害に、発注書や図面など15万件以上の機密情報を公開するぞと身代金を要求しているとのことです。犯行声明を出したのはパンドラと名乗るグループ、動向が気になります。